佐古。佐古。佐川。佐川は、大日本帝国海軍の軽巡洋艦。阿賀野型の四番艦である。名前は、静岡県及び神奈川県を流れる佐古川から取られている。太平洋戦争中に建造され、巡洋艦として、日本で最後に巡航した艦となった。対戦末期の収益で主要な作戦に参加する、機会はなく、舞鶴湾で無傷で、 終戦を迎えた、詳細は後日。終戦後は福音戦として活動した。アメリカ軍の原爆実験、クロスロード作戦の標的艦となり、ビキニ干渉で沈没した。サコは1942年、昭和17年11月21日、火唱艦名、第135号艦として、佐世保交渉で寄港した。1944年、昭和19年4月1日、 第135号艦は、佐古と命名され、同日府で軍艦席に入った。4月9日に浸水し、同日府で横須賀陳府の在籍となった。8月28日、佐世保交渉に佐古木総院事務所を設置した。11月10日、佐古木総院事務所は閉鎖され、偽総院長の大原利道大佐が館長となった。佐は月日に巡航したが、 この時点で、同系艦の阿賀野との城が沈没しており、阿賀野型4隻が同時に揃うことはなかった。同日、連合艦隊付属となり、佐世保から呉に開港した。12月11日、第11水雷戦隊、司令艦、高間艦少将機関となった。阿賀野型軽巡洋艦は、水雷戦隊の機関として優れた性能を備えて、 いたが、佐古が収益した1944年末には、軽巡洋艦と駆逐艦が主体となる艦隊同士の、水雷戦の機会は事実上失われていた。一方で、日本海軍は、同年に潜水艦や航空機による攻撃で、駆逐艦の喪失が増大し、新造艦の早期戦線投入と兵員の連勢が、急務となっていた。当時の、第11水雷戦隊は、 こうした艦艇と兵員の訓練を目的に編成されており、佐古の編入当時は松型駆逐艦や秋月型駆逐艦を主力とし、海天搭載母艦に改造された軽巡洋艦、北上や駆逐艦境も一時的所属した。1945年昭和20年3月、戦艦大和を中心とする残存の主力艦艇で、 沖縄に突入する天一号作戦が発令された。サコは同警艦の矢作と共に作戦に加わる予定だったが、直前になってサコの出撃は中止となった。その後はクレや瀬戸内海のヤシマ駆逐隊の訓練に従事した。棒の岬沖海戦で敗れた日本海軍は、太平洋上での大規模な作戦行動が不可能になり、主要な港湾部には、 嫌い投下と空襲の危険が迫った。呉に残る行動可能な艦艇の一部は根拠地を移すことになり、5月21日、佐古特築館巻、スミレ、クスノキ、桜、奈良、ケヤキが号出港。文字で桜、奈良、ケヤキとれ、マれ、舞鶴へ向かった。公開中、測定してスクリューに軽微な損傷を受けた。5月27日、四隻は、 マイズルに到着した。しかし、アメリカ軍は、日本海側を含む主要な港湾を嫌いで封鎖する、作戦を開始し、5月16日には、宮津湾、5月20日には、マイズル湾で、B、B-29 による、最初の機雷投下が行われた。このため、第11水雷戦隊は、空襲を誘発しない洋艦艇の軍港内の、停留を避けた上で、七王湾への移動が検討され、 当面の措置として6月1日にサコと書き、スミレ、クスノキ、クチクカンオ,オダケが嫌い未到化のオバマ湾に移動した。その後のサコは燃料不足のため陸上から電気を引き、ボイラーの火は消された状態となった。6月25日にはオバマ湾にも嫌いが投下された。7月1日、第11水雷戦隊司令官は、 高間艦少将から松本武史少将へ交代したが、燃料が急迫して組織的な艦隊運用は困難になっており、7月15日、第11水雷戦隊は解体された。佐古は特殊警備艦に指定され、7月19日に再び、舞鶴湾に開港されたが、空襲の標的となる港内を避けて、舞鶴市沢賀の海岸に係留固定され、対空兵装を陸上げした上で、 半板状に樹木を立てるなど入念な偽装を施した。偽装した藁に引火する恐れがあるため、対空射撃も禁止されたという。7月30日の舞鶴、宮津空襲では港湾に在留した艦船も攻撃対象となり、駆逐艦初下が格座、潜水母艦長命の環境に着弾するなどの大きな被害が出たが、そこは損害を受けず、偽装状態のまま無傷で終戦を迎えた。 サコは1945年10月5日に除籍された。1945年昭和20年12月1日、サコは特別輸送艦に指定された。普山、南洋諸島、ニューギニア、台湾などを航海し、福音輸送に従事した。アガノ型巡洋艦の定数乗組員、約900名に対しこの時点のサコには、約300名しか乗艦しておらず。 武装を撤去し、甲板に居住区やトイレが設置された。武装については、手法は砲塔を残し方針のみ撤去。その他に、広格砲、魚雷発射管、機銃、各射撃式装置、短焦灯、射出機、13号電二22号電単なども撤去された。乗員の不足を補うため予科練出身のいで、定時など軍艦で勤務したことのないものまで集められたが、秩序は、 維持されていた。外国海軍の将校が乗り込むこともあったが、大原艦長は、敬礼を求めた甲衆海軍の将尉に対し、こっちは大佐だとやり返したという。また、北海道の函館港から、朝鮮半島、釜山港へ、朝鮮半島出身労働者、約1000名簿を送り届けたこともあった。当時の乗組員の手記によれば、この時、主幹居住区解放を求める。 朝鮮半島出身労働者、佐古の乗組員との間に対立が起こった。だが、佐古が沖合に出て、猛烈な死刑に襲われると彼らは、船酔いに悩まされ、交渉は、取りやめとなった。この時、朝鮮系労働者が公開中看板の至るところで、王と、廃弁廃尿をしたため、彼らが下官した後、その処理に、佐古の上院は泣かされることになったという。また、 不残行の不当には多数の民衆が集まって朝鮮人労務者を歓迎し英雄として迎え入れた。目撃した願礁は繰り返される万歳に複雑な思いを抱き強い印象を受けたと回想している。1946年昭和21年2月11日大原艦長第二副委員官は元空母の特別輸送艦カツ艦長に転任し、 サコの収益から復員が終了するまで一大限りとなったサコ艦長の職務を全うした。2月25日、サコは特別輸送艦の指定を解除された。その後、核実験、クロスロード作戦の標的艦として、戦艦長戸などと共に横須賀でアメリカ海軍に引き渡された。日本海軍上院による操縦指導が東京湾で行われたが、 一疎通不足によって、主上機関が閉鎖されないまま巡航タービンのクラッチが切られた。無負荷となった巡航タービンは規定回転数を超えて暴走し、その轟音を聞いた日本兵とアメリカ兵は慌てて、タービン室から逃げ出してことなきを得た。結果タービン1機が破損し3軸運転となった。操縦指導は20日間にわたって実施された。ビキニ干渉への移動に二名の日本兵の天井が、 求められたが、日本兵が断ったため、アメリカ海軍兵員によっての行われた。後に、この日本兵はビキニについて行けばよかったと、後悔している。1946年7月1日ビキニ干渉で行われたクロスロード作戦に伴う、核実験 A 実験空中爆発では、サコは目標艦ネガラの約500、600メートル地点に配置されていた。 だが爆心地点がずれ、ほぼ上空で原子爆弾が爆発した。その強力な爆風により、環境より後方の構造物は前方へ投げ倒された。完備部分は24時間近く炎上し、また完備にも亀裂が生じて浸水が始まった。佐古は7月2日、浅瀬への栄光作業中に、左舷へ傾斜し始め完備から沈没した。現在は、 水深60メートルの海底に沈んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。